山陰が誇る手仕事の数々、伝統の技を継承しながら新たな可能性に挑む創造者たち、それが匠。豊かな森と田園が広がる島根県奥出雲町、ふるさとでもあるこの地にアトリエを構え、匠はひたむきに川と向き合います。革細工職人高橋浩二、作品はオールハンドメイド、すべての工程が手作業です。革細工職人としてゼロからのスタート。革の持つ野生的、それでいて牧歌的な風合いに魅せられて28年、革の仕立て方はもちろん、革の文化や歴史についても書籍を読み漁り自ら学びました。運命としか思えないほど革に惹かれたんです。使えば使うほどゆっくりと馴染んでいく雰囲気が、育てていく感覚でたまらなく好きですね。作品に使うのは丹任なめしの牛革、薬品に頼らず植物由来の天然の渋でなめした革は、長く使っても伸びが少なく、歳月とともに表情が変化、使うほどに味わいが増します。裏地には水溶性のコート剤を塗り込んで毛羽立ちを抑えます。革を守り長く愛用してもらうため、こうしたひと手間が欠かせないといいます。天然素材ならではの滑らかな触り心地は、使う人に安心感をもたらします。仕上げの縫製は見た目にも美しいクロスステッチ、ミシンなら数時間の工程ですが、高橋はその何十倍もの時を費やし、手縫いにこだわります。使い捨てではなく、長く愛し続けていただきたいんです。思いは伝わると思うので、そのために一つ一つ丹念に心を込めて仕上げています。長く愛してほしいとの思いから、高橋は長年使われ傷んだ革製品の修理にも応じています。時には思い出の詰まったランドセルの革を財布に仕立てたことも。依頼者に寄り添い、その思いを高いクオリティで形にします。今に満足せず、こだわりのレベルも高くありたいと思っています。革細工職人高橋浩二、革への深い愛情を携えながら、さらなる高みへ飽くなき努力が続きます。